お疲れ様です。お疲れ様です。ですね、ちょっと今作業の合間、休憩中に動画回させていただいてるんですけど、最近結構ですね、お電話でもご親族様が、片付けられない、お部屋が散らかってるだったりとかで、依頼者さん、まあ、娘さんとか息子さんとか家に入れてくれないとか、片付けてくれないとか、本人、まあ、あの部屋散らかってる部屋に住んでる本人がどうやったら片付ける気持ちになるんやろとか、どうやったら業者を入れれるんだろうっていう問い合わせがすごい多くて、ちょっとそのことについて僕たちも個別に今まで電話でアドバイスっていうかさせてもらってたんですけど、ちょっとこの動画で、同じ悩みの方、まあ親族が、まあ、家がゴミ屋敷とか部屋散らかってるけど片付けてくれないとかっていうのに悩まれてる方向け、ご親族様向けですね、にちょっと動画を作成できればなと思って急遽撮影させていただいてます。で、まず多いのはですね、やっぱり僕たちの例えば EV のチャンネルだったりとか、いろんな片付けチャンネルあると思うんですけど、それを拝見して本人さん、例えば彼が例えば家散らかってる住人だとします、ゴミ屋敷の住人だとします。僕彼の兄になるんですけども、僕が彼に一方的にもう部屋片付けよって言っても彼は絶対響かないんですね。で、僕たちの例えば EV の動画を彼に送ります、僕が送ります、こういう風に部屋片付けてやったらすっきりするから、あんたもお前も今のうちに片付けろよって言っても絶対彼は響かないんですよ。なぜかというと、例えば彼がこの家の住人だとした時に僕が入って、いやもうなんなんこれ、もう全部片付けてって、もういらんやん、こんなんもういらんいらんいらんとか言って、ゴミばっかりやん、全部いらんっていう風にやっちゃうと、その中でも彼はゴミじゃないと思ってる、僕はゴミだと思ってる、ここの摩擦でですね、結局僕が来たら全部捨てられるんじゃないかとか、僕が入ったら全部マイナス、彼にとってのマイナストーク、汚いとか早く片付けろとか言われるから、もう来なくていいとか、もう入らんでいい、もう自分で勝手にやるからっていうので、もう彼は心を閉ざしちゃうんですね。なのでまずは例えばなんですけど、彼がもしそういう風な片付けられないっていう風になるんであれば、僕だったら例えばうちの片付けてる様子だったりとか、いろんな片付けチャンネルの動画もあったりするんですけども、見てこの動画、こんだけスッキリするから早く片付けよじゃなくて、こういう風な業者が一緒にいるいらない仕分けしてくれるっていいよねって彼にまず聞きます。で、それやったらあんたが全部いらないと思ってた、いるいらないっていうのもきちんと分けてくれるし、あんたにとってもめちゃめちゃ楽よねっていう風に遠回しにまず言っていきます。あくまでも僕らはゴミと思ってても彼はゴミじゃないと思ってるんで、それを僕らがゴミゴミゴミっていう風に押し付けちゃうと、も彼は絶対心を閉ざしちゃうので、まずはもう急がば回れじゃないですけども、やっぱり10年とか5年かかってゴミ屋敷とか部屋散らかってとかっていうようになったのを、急に1日2日でやっぱり気持ちを切り替えるっていうのは絶対できないので、根気だとは思います。だから例えばで言ったら、例えばこれいらないゴミやと思ってても、一個一個聞いてあげて、これどうするって、もう捨てるとか、もう本当に細かな小さいことから、ちょっとずつゴミやと思ってても、僕ら自身もゴミと認識せずにやっていくのが一番大事だと思います。よくミニマリストだったりとか整理収納とかっていうのもあって、片付け好きっていうのでうちで面接来たりもするんですけども、例えば僕は片付け好き、僕はミニマリストで荷物はあんまり持たない主義だって言っても、じゃあ僕が家片付けてあげるからって言っても、見た目は綺麗になっても彼にとって使い勝手が悪かったら意味もないですし、基本的に住んでる本人の要望に沿いながらうまいこと片付けていく、荷物を減らしていくっていうのが僕らの仕事では一番大事なことかなと思ってるんで、ただ捨てる、ただ片付ける、部屋をスッキリさせるじゃなくて、ただの自己満足になっちゃうんで、やっぱり僕らが部屋きれいに空っぽにしました、ただスッキリしたって、僕らは自己満足で済むかもしれないですけど、依頼者さんは絶対自己満足しないことっていうのもあったりするので、なので僕たち結構依頼者さんのご要望に沿いながら片付けていくっていう方法を取らせていただいてます。
なので今、ご親族様でそういった片付けられない方がいらっしゃるのであれば、まずは片付けろ片付けろ片付けろじゃなくて、まずは片付けの方向に気持ちを向かわせてあげる。動画を一方的に送って綺麗さっぱりするやろ片付けよじゃなくて、こういう業者があるんだねとか、いいよねとか、これやったらいるいらない荷物きれいに分けてくれるから安心よねっていうのできっかけを作る。そこからはもうご本人さんと 1,2 回会っただけで片付けろじゃなくて、ちょっとずつちょっとずつ一緒にやっていって、あかんもうしんどいっていうふうに彼も思えば、業者ちょっと一回入れてみに私も立ち会うからって言って、でそれでいらんかったら断ったらいいやって、変な業者やったら断ろうとか、あんたの要望でほんまにずっとつきっきりで作業してくれないんだって断ろうでいいと思います。それやな、確かに分かりやすいです。多分そうだと思います本当に、うん、結局片付けるとか困ってるっていうのは本人じゃなくて、うん、親族の方が勝手にスイッチ入るだけで、本人はスイッチ入らないんで、絶対に動画見ただけで温度差があるっていうか、そうそうそう温度差が絶対あるんで、なのでそういった摩擦で実際に喧嘩になられる方ってやっぱ多いんですよ。例えば、まあ、彼が片付けられないまた役屋として、僕は兄業者呼びます、もう全部捨ててまえって言っても、彼はもうなんでこれいるやんこれいるやんとか、でも僕がこうやって立ち上げて、いやもう全部捨ててくださいやっちゃってくださいやっちゃってくださいってやると、もう彼はもう一気にもう拗ねるっていうか、うん、なもういいやってなもんねっていうのはありましたね、うん、なんぼ僕が業者にお金払うって言っても、で僕ら例えば呼ばれたとしても、お金払うのはお兄さんかもしれ ないし、お兄さんの言うことっていうのを僕らも守るんですけども、依頼さんの意見がやっぱり最重要で、依頼さんがもう触らんといてとかなっちゃうと、僕らは一切触れないですと、お兄さんがなんぼ捨ててって言ってもらって、その中でやっぱり僕ら片付けててもやっぱり依頼さん、いや袋の中にもしかしたらこれ混ざったんじゃないかなっていうので、また袋開けられてっていうのがあったりもするので、過去何回か結構やっぱりありましたね。で、まあ、作業が止まってしまって作業できなくて、うん、まあ、ちょっとゆっくり考えてくださいっていうので、うん、1日開けてからまた後日入らせてもらったりっていうこともあったので、なんか結構僕らもなんていうんですか、この仕事って片付け屋とかいろいろあったりする、いろんな多分ねカテゴリーになったりすると思うんですけど、接客業やと思うんで、本当に対人とのお付き合いだと思うんで、対人とのお付き合いで経過の片付けっていうんですかね、なんかもうプロセスっていうのかな、そうですね、そうそう結果だから部屋片付いてもお客さんが何も満足しなかったら何も意味ないと思いますし、うん、はい、お金なんかもらう資格もないと思うし、うん、最後まで僕らも気持ちよく、お客様にももちろん気持ちよくなっていただいて、うん、やっと僕らも満足できるっていうのは、うん、それで満足してなくてこの金額もらうってなったら、やっぱちょっと気引けるしね、うん、そうですね、なんかね、割と最初は乗り気じゃなくても、僕たちも結構言うんです、5台分とかあったりした、例えば本当に今も、うち 5,6 件抱えてるんですけど、もう本当にちょっとずつちょっとずつやっていきますよ、5回に分けてやっていきましょうって、5台分例えば一気に人数入れてやれば1日で終わる作業ですけど、まあ彼がお客様につきながら入れないというのをずっとつきっきりでやっていって、じゃあ今日は4時間ぐらいで終わりにしましょうって、じゃあ次また来週か再来週にしましょうっていう案件も結構抱えたりはしてるので、もうなんていうんですか、まずはお試しでっていうのがいいと思います、うん、逆に言うと、もう本当にそういう方でご親族がとかでお困りであれば、うちも電話も全然、電話してください、うちにもう僕たちでよければこういう風に言ったらどうですか、こういう風に言ったらどうですかとか、きちんと全部ご説明はさせてはいただくので、やっぱり十人十色の意見とか、意見というか問題だと思うんで、心情ってやっぱりご本人さんってしかわからないんで、状況だけ聞いてこう言ってみたらどうですか、こう言ってみたらどうですかとか、本当に沖縄とかあっちこっちからそういうお電話いただくんで、逆にうち伺えなくて本当申し訳ないですっていうぐらいなんで、僕たちでできることであれば、もうお電話のご相談でも構わないですし、 LINE のご相談でも構わないんで、もう気使わず電話くださいそれが一番いいと思います。僕たちもその分嬉しいですし、やっぱり頼ってもらえてるっていうのは嬉しいね。
今まで本人様の意思なしで親族の方が勝手に依頼されてきたケースっていうのはあるんですか？あ、ありますよ。結構多いです。でも僕たち電話の段階でも説明するんですけど、結局勝手に物って捨てちゃうとやっぱりご親族様同士でもトラブルになっちゃいますし、僕らも気持ち、なんていうんですか、気持ちよく作業できない。本人さんの仕事って言われてそうかもしれないんですけど、やっぱり本人さんにまた、なんていうんですかね、なってほしくないっていうのもありますし、やっぱり気持ちよく本人さんも片付けてっていうのが絶対今後つながるポジティブなことだと思うんで、基本的にはお断りしてます。電話の段階では行って実は内緒でってなるとありますね。見積もりお伺いさせてもらって、うん、ちょっと住んでる本人の家族で内緒にして勝手に頼んだんですっていう方とかもいるんですけど、まあ、僕らもご本人さんのご相談なしに物を勝手に捨てていくっていうのもできないので、うん、いない間にやってもらいたいんですとかって言われるんですけど、基本的にはお断りさせてもらってます、うん、ただ本人さんと喋らせてくださいっていうのは言います、うん、でも大体本人さんと喋れれば受注発行やってくれる、ね、納得していただいたりっていうのもあるんですけど、うん、勝手にっていうのはやっぱり基本的には、うん、結構多分僕ら本人さんたちには受けがいいんで、なんかこういうことやっていきましょうかとか、これやっていきましょうかとかっていうので、なのでもうご親族さんにはもう僕たちに任せてください、ちょっと一回喋らせてくださいっていうので、2人で喋ってとか、こうやりましょうかこうやりましょうかとかっていうのでやるんで、まあ行かせて本人さんと会わせていただければきっちりさせてもらいます、うん、例えば最初乗り気じゃなくて、うんうん、まあ作業されて、あ、でも結果やってよかった、うん、ありがとうっていうような感謝の言葉もらったりっていうこともあるんですか？100じゃん、ほぼ 100% じゃない、はい、ほぼ 100% だと思う。うち動画映ってるインタビューとか受けご了承いただいて受けてからなさってる方とかも、最初ね、やっぱり突然入っても緊張されたりとかでボソボソ喋られたりとかしてると思うんですけど、結局最後またインタビューやってどうでしたかっていう時も、結構声もトーンとかも明るくなったりとか、表情明るくなってる方とかで、ありがとうっていうので言ってくれる方もほとんどなんで、うん、基本的にはそうですね、ほぼ 100% っていうふうには僕らは感じてます。僕たちは勝手だかもしれないですけど、ただなんか僕たちはもうなんかもう金もそうなんですけど、ありがとうとか喜んでくれたりとか、あ、なんかテンション上がってはるなとか、うん、声も明るくなりはったなとか、頑張ろうとか、なんかそういう風になってくれてる方が、うん、こっちも嬉しくなります。作業料金でしてもいただきやすい。じゃあやらんかったよかったなんかなったらじゃあちょっとどこが不満でしたかとか、ね、うん、作業料返金しますっていうことになるんで、まあ、そういうことはないようにしてください僕たちもやってよかったという人が 100% だと思います、うん、そういう風にやっぱり僕たちも社員教育っていうのは徹底してますし、うち本当面接授業にコーラもすごく来るんですけど、実は結構な合格率低くてうちの会社誰でも彼も、ね、うん、合格してるってわけじゃないんで、はい、多分 YouTube 見られてる方でも、ね、面接来てくれた方もいらっしゃるんですけど、ちょっとご縁がなかったっていうのをお断りしてる場合もあるんですけど、全員がねもともとこういうな仕事出身じゃないんです。彼やったらバー出身やったりとかなんですけど、結局人だったりとか接客業やと思うんで、人で、そうですね、うちの会社を選んでるんで喋った感じだったりとか、だから重いものが持てないとかゴキブリ苦手とか片付け苦手っていうのはもう仕事で勝手に慣れていくことなんで、まあ、人柄でうちは採用してるんで、まあまあ人的には多分全員が全員めちゃくちゃいいとは思いますね。まあ、というわけでちょっと今回急遽撮影させていただいたんですけども、コメントもそうですし、コメントもずっと僕ら全員読んでますし、 LINE とかっていうのもうちの会社の幹部の方に絶対届くようにもなってますし、電話も億劫にならずに、もう無料やねんやからお金かからないんで無料なんで全然言ってください。それに対して僕らお金くださいとか相談料いくらとか言わないんで、もうできる限り全部対応させていただくんで、ね、はいお願いします。気軽にご連絡いただければと思います。じゃあちょっと午後からの作業頑張ります。ちょっと片付けていきますよろしくお願いします。ありがとうございます。